ビートメイニア e ビビトメイニア e ビートマニアスリートは2000年にコナミ、後のコナミデジタルエンタテインメント、コナミアミューズメントが稼働した DJ シミュレーションの音楽ゲームで、ビートメイニアの第3バージョンである。タイトルこそ EE を名乗っているが、ビートメイニアシリーズの直接的後継機に相当し、同シリーズの5ボタンターンテーブルという基本デバイスを踏襲している。 さらにデバイスにフットペダルを追加し、兄弟作のビトメイニア X シリーズ以上のエフェクト機能の充実などを図っている。また、ビトメイニアシリーズに比べて音質も大幅に向上している。初代バージョンはビトメイニアシリーズのゴズミックスまでのほぼ全ての楽曲にオリジナル曲を加えて発売された。ビトメイニアコアリミックスの稼働以降は、 ビトメイニアシリーズから若遅れたペースで追随するようにアペンドマイナスというタイトルで対応する新規楽曲を追加したバージョンを発売していった。そして2002年のビトメイニアザファイナル稼働に合わせてこちらもビトメイニア E ザファイナルを発売しビトメイニアシリーズと共に歴史に幕を下ろした。ビトメイニアシリーズと制作コンセプトがほぼ一致していることから同シリーズと合わせて 五件や五件版と総称される。ビトメイニアシリーズの直接的後継機として開発がスタートした。そのことからゲームの目的やルールは同シリーズとほぼ同じである。2003年に東京で行われたビトメイニアザファイナルを用いたゲーム大会にゲストとして招かれた元開発スタッフはビットマナヤイ,イはなぜ作られたのですかという質問を受けビトメイニアは 古い機械なので、そろそろ寿命なのではないかという懸念からと返答した公的文書化はされていない。シリーズ2作目となるアペンドコアリミックスが当初は本シリーズのオリジナル企画として進められていたこと、後にビトメイニアシリーズを軸としたものにシフトされたやコーリミックス以降の公式サイトに掲載されている制作スタッフによるコメントから、他のベマニシリーズでは 基盤の更新によって行われているスペックアップをビトメイニアシリーズでは筐体も含めて一新して本シリーズに一本化することで行おうとしていたことが伺い知れるビトメイニアシリーズで使用されている基盤は初代の発売時点でそれよりも5年前程度の能力しか持たないのが採用されたと言われるしかし諸事情によりビトメイニアシリーズの存在がある意味で足かせとなるような格好で 本シリーズの基盤性能を十分に引き出すことができないままシリーズ完結を迎えることとなった。本シリーズの位置づけは結果的にはビトメイニアシリーズに収録された楽曲、ただしドリームズカムトゥルーの楽曲を全面的に採用したフィーチャリングドリームズコマトゥルーは除くのアーカイブ的なものとされ楽曲の総入れ替えが激しかったビトメイニアシリーズとは違い筐体内記憶装置の 大容量を生かし基本的に既存曲の削除は行われなかった外部版曲は除く。本シリーズは正式に販売が始まる前に発売中止となってしまった機種であり市場に出回ったのは先行出荷販売分のみである。そのため設置している店舗はビトメイニアシリーズに比べると端に少ない。発売中止となった要因としては以下のように様々な憶測がなされている。 ビトメイニアシリーズでは、ジャメインという基板が使用されたが、こちらは、ファイアビットという基板が使用されている。不正コピー防止に認証用のドングルが採用されていて、その中にある電池が切れると起動できなくなるため、電池の残り容量に注意が必要である。FD ドライブと CD r o m ドライブは、PC 用のパーツと同じものであり、CD r o m ドライブを DVD r o m などの高額ドライブに交換することが可能である。各プレイヤーの操作デバイスにエフェクト選択用の3つのノブがあり1つはエフェクトの種類を、残りの2つはそのパラメータを指定する。この組み合わせによって各プレイヤーのエフェクトが決まり、プレイ中もリアルタイムに変更可能である。このエフェクト機能は実際の DJ の現場で実績があった。 市販のエフェクタ内蔵サンプラーズーム製の ST-224 を筐体内に搭載することで実現しており、リバーブの ON、OFF しか選択できないビトメイニアと比べてはるかに高品質で豊富なエフェクトを使用することができる。なお搭載しているサンプラーはエフェクト機能を実現するためにのみ使用しており、サンプラーとしての機能は一切使用されていない。使用できる。 エフェクト機能は19種類用意されている。公式サイトで詳しく解説されているので、公式サイトの記述も参照されたい。基本的には、足元のフットペダルをエフェクトの ON、オフに使用するが一部の曲については、フットペダルの操作も含む譜面があり、その譜面をプレイする際は代わりにスタートボタンをエフェクトの N、オフに用いる。なお、 フットペダルの操作を含む譜面しか用意されていない曲は存在しない。またエフェクト機能をより効果的に体感できるようにするため、ベマ2シリーズで初めてヘッドフォンジャックが筐体に標準搭載されている本シリーズ以外にヘッドフォンジャックが標準搭載されている機種は存在しなかったが、2012年稼働サウンド、ウォルテックスに再び標準装備された。 筐体正面のディスプレイの下には3.5インチフロッピーディスクドライブがあり、ここにディスクをセットすることで筐体を超えて、プレイヤーの過去の成績などを保存することができる。この成績はテキストファイルとしても保存され、パソコンでディスクの内容を読み出すことで閲覧することもできる。成績は、クリアした楽曲はメダルが表示され、選曲画面の右上にスコアと使用した。 オプション、演奏画面にハイスコアが表示される。プレイ終了後には、スコアの一覧が表示される。9万5000点以上、A ランクを獲得した楽曲は、スコアのフレームが赤くなる。またこの機能を使用した隠し要素として、いくつかの曲をクリアするか、一定回数以上プレイすること、作品ごとに、条件は異なるで、一定曲必ずプレイできる、素材モードが出現する。 本作のインターネットランキング、アペンドセブンスミックスから廃止されているは、指定の曲を指定の順番で、つなぎモードでプレイするという方式をとっている。その指定の曲や順番は、メーカー直営サイトのランキングページから専用のデータファイルをダウンロードし、それをコピーしておいたディスクをセットしてプレイすると、ゲーム機にそのデータが取り込まれて、従来のビトメニアシリーズのエキスパートモードのように、 コースとして選べるようになる。一度取り込まれたデータはゲーム機が記憶するのでディスクがないプレイヤーでも使用可能。ランキング申請用のパスワードはディスク内に成績データと一緒に記録され、パソコン上でコピーペースとして送信するだけで申請が完了するという便な使い方もある。以上に挙げたプレイ履歴の保存。 および、プレイ成績の累積による各種要素解禁のアイデアとノウハウは後に、いいアミューズメントに形を変えて、音楽ゲームをはじめとするコナみの多くのアーケードゲーム、受け継がれることとなる。なおいいアミューズメントでは、フロッピーディスクよりも携帯に便利な磁気カードが採用され、さらに現在では、非接触型の IC カード、いいアミューズメントパスに変更されていい。 初代 E のオリジナル曲のみ、譜面分岐の要素が取り入れられている。特定の分岐点までのスコアによって、分岐点以降の譜面が難しいパターンや簡単なパターンに変化するというもの。現在では、太鼓の達人のスタンダードな要素となっているが、コナミの音楽ゲームには取り入れられていない。選曲画面で曲にカーソルを合わせると、他の音楽ゲームでは、ボタン音を含んだ楽曲の一部、 プレビューが流れるが、E シリーズについては、ボタン音を一切含めない BGM が流れる。曲によって、終始ベースのみなる場合があり、これも他の機種が採用していない要素である。シリーズ全作品において、以下のような構成となっている。ビトメイニアでは、シックススミックスで行われた、低難度モードと標準モードの統合は、本シリーズでは、 最終作に至っても行われることはなかった。なお、ビトメイニアでは一人プレイの場合、センタープレイを除いて、基本的に左側、1P 側でしかプレイすることができなかったが、e では右側、2P 側で一人プレイをすることも可能になっている。本作でも兄弟作のビトメイニアシリーズ同様に、各種プレイオプションが使用できる。基本的には、 ビトメイニア同様のオプションが用意されているので、そちらの記述も参照されたい。ここでは、本シリーズ独自の要素について記述する。初代バージョンを除き、本シリーズ独自の楽曲は、新規追加されていない、ビトメイニア楽曲のロングバージョンは除く。特に指定がない場合、ここで言う、新曲とは、ビトメイニアシリーズのもののことを指す。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。